源氏物語における歌とは、源氏物語が成立して間もない時期に存在したと、される、源氏物語に関連する、何らかの書き物のことである。鎌倉時代後期に成立した両語による、源氏物語の注釈書、幻な軽い林の中から、本文関係の記述を抜き出した書物、光る源氏物語本字の中に伝えられる、さらしな日記の一文において、 千0 2 1年頃に、さらしな日記の作者である、菅原高瀬城が、源氏物語全体を初めて手に入れて読んだ時の、ことについて、現在のルフ本である低下本系統の本文では、五十余巻筆に入り手となっているところが、光る氏の物語五十四条にふぐしてとなっている。幻な軽いの著者両語にとってもこの、ふのことは、年代の不振であった、らしく、語は、 この、符が何であるのかを、当時の有識者たちに尋ねて回り、以下のような書家の回答を、幻なカルリンに記している。これらの意見の中には、マカンのように、城代のこと測り方しなどとして、意味を明らかにすることについて、消極的な見解も存在したものの、このさらしナ日記の記述の存在そのものについては、疑問を示す見解は示されていない。負の内容が、 どのようなものであるにせよ、源氏物語ができて間もない時代の物語が単なる、女子供の手慰み、面白い読み物としか考えられなかった時期であり、また、貴重の中で一人でついた中読みふけるといったことができた、また源氏物語の最初の注釈書とされる、源氏釈が成立する12世紀半ばより100年以上も前の時代に、このような物語を読むにあたって、 参考となるような書物が存在したことが、源氏物語の教授の歴史の上で注目される。なお、光る源氏物語本寺には、譜の内容を聞いて回った中で、大井の三門一シーン四季市内新能五本なる写本に、不きなるものが付されていたという最小入道、より高の発言を伝えている。四季市内新能とは、後白河天皇の第三王女である。藤原頼高は、 ふまきを経図であるとしている。ありがとうございます。